久しいな、龍雲神君。昔の姿に戻ったのか。ああ、魔人戦争中は、その姿の龍雲神君とよく肩を並べて戦って。へえ、そうなのか？魔人戦争の時のこいつって、どんな感じだったんだ？あや、また。やっぱりオイラが当ててみるぜ。これはわらわが手がけた最新式バンバン連射陣機。そこの者、早く降伏するといい。さもなくばわらわの力をとくと味わうことになるだよ。よく似ている。だろ。だが当時の龍雲神君となると、お前の真似た様子とは異なる。仕掛けの術に詳しいだけでなく、様々な戦火呪符。奇襲が世を去ってから、魔人戦争は、より熾烈さを増し、我は、龍雲神君と共に、凄惨な戦いに幾度となく身を投じた。喋らない神君って、ちょっと想像できないな。それからどうなったんだ？人の姿をした神君って、そんなにすごかったのに。属性を離れる以上、人の姿を保つことに何の意味がある。世のしがらみを離れ、山奥に隠居したのだ。ならば、関雲夜閣となる方が、よほどふさわしい。戦争の後、龍雲神君は、奥蔵山に隠居し、姿を見せる時も、その多くが尖閣の姿だった。だが30数年前、人の姿をした龍雲神君が戦っているところを見た。当時。当の昔のことだ。語ることはない。おばあちゃん、大丈夫？